皆さんこんばんは、ゆっくりマリサです。皆さんこんばんは、ゆっくり霊夢です。なんだよ、あんたのっけからえらい不景気な顔してるなぁ。どうせ私は不景気顔ですよ。うっせいパゲ、えらいあれようだな。どうしたんだ。名古屋の動物園のワニよ。ワニがどうしたんでぇ。ははてめぇ、夜中に動物園に忍び込んで子ワニをパクって白霊神社で売ろうとしたがしくじって親ワニに噛まれたか。なんで私がそんなせこい忍びしなきゃならんのだよ。名古屋の動物園のワニが死んで死体解剖したらコインがたくさん出たらしいのよ。ああ、その記事スマホで見たわ。賽銭代わりにワニの池にコイン投げてたんだってな。たく冗談じゃないわよ。私はいわば賽銭のプロなのよ。ワニごときがふざけやがって。あひょ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 、こりゃウケる。動物園のワニでさえ死ぬほど賽銭投げられてるのに白霊神社と来たら月に10円玉が3個で、うっせえバカ野郎てめえ。まあそういかるな、後でケーキバイキング連れて行ってやるから。ほんと嬉しい。連れて行ってやるって言ったからには当然お会計はマリサ持ちよね。わかったから、プレッシャーをかけるな。それと袋の持ち込みは禁止だからな。わかったわよ。で今回のお題は何なの。今回のネタは弾道ミサイルなのぜ。弾道ミサイルってなん。あたい知ってるよ。ジジイがハイブリッドカーでコンビニに特攻するやつ。それプリウスミサイルな。弾道ミサイルってのはロケットエンジンで大気圏外まで弾道を変えて上昇して大気圏外から落下してくるミサイルのことな。遅い部類のミサイルでもマッハ4、5は出るので迎撃が難しいんだ。それってドイツで発明されたんだよね。第二次大戦中ドイツ国防軍のアルター、ドルンベルガーとカール、ベッカーは若い民間人のフォン、ブラウンをスカウトして秘密兵器 A4 を開発した。ちゃんと飛んだのそれ。最初は失敗の連続、ロケットが上昇を始める前にバランスを崩して爆発という事故が多発してた。危ねえやんそれ。ドイツ的にはどうでもよかったんだよ。発射基地の設営作業に当たっているのは捕虜収容所のロシア人とポーランド人だからな。事故で死ぬのは連中だ。ひってい話だなぁ。これだからパツキンは困るんだよ。まああんたもパツキンだけどねぇ。うるせえパツキン言うな。ナチの幹部たちはこの A4 ロケットに大変期待していた。なんせ300キロの射程と1トンのペイロードだからな。過去最大の大砲に比べて射程で倍威力は100倍だもんねぇ。やがて A4 は復讐兵器2号 V2 と命名され、ドイツのノルトハウゼンの地下に秘密工場が作られて量産されたが、ここでも労働力は収容所の囚人だった。また収容所の捕虜に比例扱いしたんだろうな。ああ、ここでもまた、ひどい労働環境と看守の暴行などで1万人以上のロシア人捕虜が死んだ。なんかもう笑えないわ。こうして量産体制が整った V2 は1944年9月に初めてパリとロンドンを攻撃した。初めてそんなもんで攻撃された日にゃびっくらこいたんだろうな。V2 は成層圏から火の玉になって音速で突っ込んでくるからな、迎撃不能だし、発射地点のオランダからロンドンまで5分で飛んできた。怖いよー。V2 は高価な兵器だったので、連合国の主要な港湾ベルギーのアントワープと英国の首都ロンドンの攻撃に集中して用いられた。高価な兵器というのが引っかかるわね。やっぱり、キングボンビーはそこが気になるのね。うるせえてめえ、頭に早稲田の赤本乗せてやろうか。ああ、まあまあ V2 は高価で複雑なシステムっていうのが問題で、コストに対して大した戦果は上がってないんだ。どうして高価なの？まずはジャイロだな。当時は電子機器が未発達で機械式の精密ジャイロを乗せる必要があった。それと燃料の液体酸素が貴重で、ドイツ国内からかき集めても1日30発撃つのが限界だったのぜ。マッハ5で成層圏から落ちてくるんだったら、その衝撃と熱に耐える構造も必要よね。 V2 ロケットの作戦で使った費用は200億ドルアメリカの核開発計画と同じ金額なので、それに対する戦果はあまりにしょぼい。V2ロケットの戦果ってどれぐらい上がったの？ロンドン2300発、アントワープ2600発撃ち込んで運んだ弾薬1当たり24トン、死者2700名、負傷者6900名だ。V2 作る時に奴隷労働で殺された捕虜の方が死人が多い。米軍の1回の爆撃の被害ってこんなもんじゃないからな。それに精度も低いんでしょ。途中で壊れて不発に終わることも多いっていうし。でもさ、こんなわけのわかんない兵器撃ち込まれたロンドンとアントワープの一般人はたまったもんじゃないわよ。V2
V2 ロケット最大の被害は1944年11月にロンドンの量販店に V2 が落下し買い物客162人が即死した事件だ。そういうこともあって連合国は V2 の発射拠点を爆撃しようとするがうまくいかなかったのぜ。なぜうまくいかなかったの？V2 は車両に乗せて運搬できる発射システムになっていたので、連合国の爆撃から隠れることができたのぜ。ああ、そういうことか。あたしさ、なんでキューバ危機とか今の北朝鮮とかさっさと空爆すればいいのにって思ってたけど、移動式になってたらどうしても撃ち漏らすもんな。敵も国家ミサイルが反撃してくるのね。そして1945年5月ドイツ降伏。ロケット開発者の皆さん、ロシア人捕虜にブラック労働させてぬっ殺したりしてたんでしょ。大変早く逃げなきゃ。というわけでフォン・ブラウンたちはソ連軍に捕まる前に集団でアメリカ軍に投降した。投降？盗撮写真でも投降したの？字が違うわよ。アメリカとしても未来兵器のようなロケット技術が手に入るんだからなフォン。ブラウンたちエンジニア集団を大歓迎したし、 V2 を製造していた工場を接収し、貴重な技術情報は全て抑えた。じゃあソ連は何を持っていったの？ V2 の現物2発以外中心になるエンジニアはアメリカに投降し、技術情報は持ち去られるか処分されていた。じゃあミサイル開発はアメリカがソ連の先を行ったわけなの？この段階でアメリカは戦略爆撃の手段としてミサイルより B-29 や1946年に収益した B-36 といった巨大爆撃機に自信を持っていたので、当初ミサイル開発には予算をかけなかったのぜ。でもソ連側はあんまり目星い技術とか取れなかったんでしょ？ソ連としては巨大爆撃機の開発でアメリカに遅れていたからな、ロケット兵器にかけたのさ。でもどうやって？ドイツに残っていたロケット技術者を片っ端からソ連に連行して、力技で V2 をリバースエンジニアしてコピったのさ。力技でコピーねー、らしいといえばらしいわねー。ソビエトはコピーした V2 のデータを元にソ連製弾道ミサイル R1、これを改良して射程が2倍の600キロまで延長した R2 を開発、実戦配備した。でもさ、弾道ミサイルってコストばっかであんまり効果は期待できないんじゃなかったっけ？40年代ソ連の核爆弾は貴重だったからね、ミサイルで放射性廃棄物をばらまこうとしていたのぜ。なんてこと考えんだよ。核の時代の1950年代に入るスカッドミサイルが開発され、専用の TEL と呼ばれた専用車台で移動できるなど、さらに実践的に改良された。この頃になるともう V2 コピーていうよりほとんどソビエトオリジナルだわよ。ガリッとスカッド美味しいスコーン。あんたは黙ってなさい。スカッドって未だによく聞く名前だわねー。スカッドは A 型から D 型まで4種類あって、このうち射程300キロのスカッド B は東欧諸国や中国、北朝鮮などに輸出され、北朝鮮はスカッドをベースにノドンやテポドンなどを開発していったのぜ。世界中大迷惑だわよ。核爆弾積んでマッハ5以上で飛んできて迎撃不能って恐怖以外の何物でもないわ。そしてソ連はさらに大型のロケット R7 を使って、1957年10月4日スプートニク人工衛星打ち上げに成功した。これはアメリカびっくり仰天。びっくり仰天？ザクマーゲ、どうして人工衛星なんかでびっくりするの？人工衛星が上げられる高度までロケットを飛ばせるということは ICBM の開発も視野に入ったってことよ。実際 R7 の射程距離は8800キロ。1959年にはソビエトの R7 核ミサイルはニューヨークやシカゴなどのアメリカの諸都市を射程に収めていた。大変よ。大陸間弾道ミサイルの速度はマッハ20を超えるから、ロシアからアメリカにミサイル撃ったら40分で着弾するわよ。しかも迎撃不能だし、人間が乗ってる爆撃機が相手にならないよ。この事件はスプートニクショックと言われて、アメリカの科学力は世界一とうぬぼれていたアメリカの鼻をへし折り、西側では大問題になり、アメリカは本腰を入れてミサイル、ロケット計画に取り組んでいく。その頃の日本は、日本でも大反響だったらしいぞ。今川焼きを人工衛星まんじゅうとして売り出した店もあったそうだ。今でも神戸の港川公園の近くにあるぞ。
あんたね、40分で核ミサイルが突っ込んでくるって言ってんのに。話を少し戻して1940年代本、ブラウンたちは陸軍でレッドストーン計画というミサイルプロジェクトを進めていたんだがな。だが何よ、弾道ミサイルの開発は空軍主導ということになって陸軍の本、ブラウンたちは隅っこに追いやられた。そういう派閥争いしてるからソ連に置いていかれたのよ。それで海軍主導で始めたアンガード人工衛星計画が大失敗に終わり、スプートニクでソ連に遅れを取ってアイゼンハワー大統領が赤っ恥をかくことになるのね。派閥争いくない。それでアメリカは1958年に NASA を設立して、そこに本、ブラウンたちを移籍させたのぜ。経済力があるだけにエンジンがかかるとものすごいからね、アメリカは。加減ってもんを知らん人らだからね。1958年にジュノーロケットで人工衛星エクスプローラーを打ち上げ、1959年大陸間弾道ミサイル、アトラス実戦配備、1960年潜水艦発射弾道ミサイル、ポラリス発射実験。定番とも言えるがすげえ勢いだな。1960年代になるとアメリカはアトラス、ミサイルの量産に成功し、ソビエトは R7 の量産に手間取ってしまったので、アメリカはソ連の14倍の核ミサイル戦力を保持するようになった。ソ連のミサイルと水爆だけで人類絶滅余裕なのに、その14倍って頭おかしいだろ。そういうことで米ソは70年代に入ると核軍縮へと向かうんだがな。この後も1961年にガガーリンが初の有人宇宙飛行に成功し、アメリカは本、ブラウンの NASA を中心に月面に人類を送る計画をケネディがぶち上げるなど、米ソの宇宙開発はヒートアップしていくわけだが、ちょっと時間押してますよ。おっといけねえ。皆さんご視聴ありがとうございました。